今回は上田真希先生のピアノと、編曲も上田真希先生の見上げてごらん夜の星を演奏しました。こう歌詞の中にあるように、ささやかな幸せをっていうのは本当に大切な時間だったんだなっていうことを、僕はこの自粛期間中というか、そのコロナのこの時期にすごい感じました。まあ、皆さんもう合唱特にやってる皆さんはこの期間、すごいとても辛い思いをされてる方も多いと思いますが、何か僕も小さい力かもしれませんが、合唱活動をこうやっていく上の何か力になれたらなというふうに思っております。皆さん一緒に頑張っていきましょう。この曲そのものが実は東日本大震災の直後のために編曲したのが元になっていますので、自粛って言って全ての音楽活動ができなくなったっていうこととか思うと、いろいろな目に見える災害や目に見えないウイルスだけではなくて、いろいろなことが、今後もあるかもしれないけれどっていうような、いろいろなことを考えた中でこの曲でさせていただいたのはとても嬉しかった。この編曲の中で、見上げてごらんなんですけども、そこここに上を向いて歩こうの、モチーフが入っているの。下向いてばっかり歩いてたらわからないことも、前向いて上向いてたら見えることがあるんじゃないかなと思うので、前向いて明るく生きたらなと思っています。そういうふうにみんなでしていきましょう。Yeah.